どうも、デちゃん編集部池内です。デちゃん編集部のレナパンダです。始まりましたよ。はい、レナパン会の2回目でございます。ありがとうございます。1回目はまあまあ形になったんじゃないですか。お本当ですか。よかった、ね、よかった、まあ、再生数伸びてないですか。まあでもあれを見る限りこのままじゃ冠番組は厳しいんじゃないかと思います、はい、そうですね。そしてこの第2回は私現地特にフォローする気はございませんけども、はい、何か作戦を立ててきたんですか。私この度コンプリートさせていただきます。どういうこと。何何何何。あの前回のその鏡の動画今現状では5万6000回、まあ6万ぐらいかな、6万ぐらい再生数取ってるんですけど、ちょっとこのままじゃマジで1位取れないんですよ。あの伸びで10万は越さないわな。はい、なんでなんでコンプリートの、あのデちゃんの動画でまだコンプリートされてないんですよ。確かにね、全通8000であんだけあのスマスロ追ってるけど1回も出てないもん。そうなんですよ。じゃあ今日はスマスロ狙いだ。はい、スマスロだったらまあある程度抽選悪くてもね、プレイラウンドキャストの厚さで取れるもんね。そうですね、回数も結構あるから。前回も荒い機種から順番に取りたら行きたいなぐらいの。一旦バルブレイブらへん見て、まあ、昨日前回言ったしね。はい、じゃあ俺どうしようかな。いやもう今日はちょっと勝ちに行ってもらって。待って、あそのパターンに戻るんだ。レナパンがジャムジャムコンプリートするために使う金額を俺が稼ぐってことね。いやいやでも結局フォローするんやないかい。まあケツ拭くじゃないけどサポート系ね、はい、わかりました。それはあの得意なんでやらせていただきます。お願いします、まあ、もちろんこの後行う抽選次第にはなってくるんですけども、はい、まあまあどんな抽選番号でもとりあえずなんとかできると思いますので、はい、そこは任せてください。はい、それでもレナパンはしっかりとねコンプリート目指すんだったらコンプリート目指せる機種に座って、はい、分回してください。はい、神よ俺に力を。さあそして、今回も実践するホールでございますか。じゃあレナポンお願いします。はい、愛知県のプレイランドキャッスルアスタ店さんです。まあ抽選そこそこ悪かろうがなんとかしましょう。レナパンさんがジャブジャブ入れるくらいはなんとかしましょう。いいでしょう。はい、でもヒゲさん見てください。何ATM チャージ現金チャージあのしっかりあの15万を持ってきてますんで。俺そんなとかなる。そんなに失血不健よ。まあでもそうだよ、出せばコンプリートすれば、はい、俺もおいちゃんも嬉しいわけだからね。そうです。はい、さあそして抽選ですけども今日も遅ですよ。はい、もう立中に10円上まで車見えてますからね。ものすごいですね。今日はまあ1000はいかないにしても800ぐらいいってんじゃないかなぐらいいると思うんで。はい、また抽選で奇跡楽しみにしております奇跡さあ行きましょう。行きます、せーの、アスカ。アスカさあ来たぞレナパン。はい、抽選1番に行こう。はい、出るぞ。今度レナパン先行け。レナパン俺か俺か俺か行くぞ。釣れない。あああああああ、いけいけいけ、シャッシャッ。ちょっと待って、ちょっと待って、ね、なんでレナパン終了のお知らせ入場です。602番、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。まずはカバネリはやっぱ、うん、全部埋まってますね。向こうの方もかなり、やっぱ北斗も全部埋まってます。うわ、開いてないかも。うわ、開いてない。ゴブスレ見に行きますか。いいね、空いてるね。どれでも選べそうですね。ゴブスレにします。さあ行きましょう。私も入場です。おはようございます。さあスロットコーナーにたどり着きました。スマスロは空いてない。でこれ花々とか見てこよう。花々はやっぱ埋まっとるな。どっか空いてらんかな。1台3台目か。金花行くか。じゃあ私は金花。さあそれではレナパン、はい、打っていくか。私はあのゴブリンスレイヤーの方を確保します。マジでリアルコンプ狙いじゃん。はい、俺はね、あの金花。あ、金花ですか。前回ね、あの最後にさ、実戦の最後にさ一応煽ったコーナーと言いますか、はい、お店があのコメントの反応してくれたらワンチャンあるんじゃないかなと。ああ、そうですね。よし、打っていきましょう。はい、頑張ります。シャオシャオレイレイ。
朝一ちょっとバルブレイブの方を見に行ったんですけど、バルブレイブとカラクリはもうどっちも埋まっちゃってまして、埋まってんだね。埋まってました。前回は全然埋まって、あの、カラクリは埋まってました。バルブレイブなんか全然入ったけどね。だから動画で喋ったのがやっぱり影響してんだろうね。コンプリート狙うんだったらまあゴブスレは確かに強いけどね。きついよ。では出発目105、4本です。よーし、一発目ビッグ、イエーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。周りの人がみんな応援してくれます。ありがとうございます。よかったです。1回1個、ちょっとね、打ち慣れてないのでちょっと調べ打ってますが、ご了承ください。よし、行きますね。朝一の一発目のチャンスと、これは緑だ、真ん中ですね。まずは一発目、あの、緊張しすぎて、あの、青なら止まらんかった説。やっぱね、消灯しました。いただきました。これはモラドで挟みでいきましょう。ヤッホー、114ゲーム投資は4本です。本日初当たりいただきました。うわありがとうございます。いや、早いね、レナバー当たったっぽいね。やっぱね、こういう日はしっかりと当てていく女なんですよ。でもゴブスラはほら、はい、アルティメットにさえ入れちゃえばね。あ、こっちのも、そうです、見ててください、ヒゲさん、そして視聴者の皆さんも楽しみにしててください。それでは本日一発123回転、入賞です。見て、すごい、目押しガバガバです。まだ始まってそんなに時間経ってないんですけども、花々コーナーね、周りを見るとちょっと当たりは重いんだよね。300超えてる人がかなり目につくんだよ、これね。花々はね、まあ、この朝一だけで判断するの危ないんだけど、ちょっとなんか立ち上がりはよくねえな。いや、でもね、このプレイランドキャッスルアスタ店と面白いお店で、切り盛りしてる方がなんかそのユーザー心理の裏をつくのが好きな方なんでしょうね。前回もさ、手前が強いよって奥だったでしょ。で、今回はそれを意識して動画の中で俺らが喋ったじゃない、ブーブーブーだったりとか、花々ジャグラーって言ったじゃない。そこに多分俺当ててこないと思うんだね、みんなが狙うから。いやー、裏をね、ついてくるのを狙ってるんだと思うんですよね。そうなると何気にもう一回奥とか、まあ、言った場所は言うやらねえかもな。そう考えると花々は避けるべきだったのかもしんねえな。まだそこまで手の内をつかみきれてないんで、こういうの考えさせてくれるお店やっぱ面白いですよね。好き、それはストくるよ。番号悪くてもチャンスあるんだもん。前回だって番号悪い人が奥行ってそれが全部積もってんだからさ、その気持ちで選ぼう。台を考えよう。いや、ちょっとこれ花はなさそうだな。ちょっと悪すぎるな。早めに動くか。一回ちょっと俺周り見てくれ、もう早くも。OK です。まあ引きが強いんでねっていう煽りを自分で入れていく。レア役引け。ならず。あっさりやな。はい、朝一の初当たりは単発です。263枚終了です。さあ、帰ってまいりました。マジで飽き台ないな。もうジャグラーアイムにちょこっと飽き台があるだけです。なので、
この花花外したら僕割と手詰まりです。で言った通り花花城コーナーの朝一の立ち上がり非常に悪いです。僕右左が300で右が今500余ってその隣400余ってますよ。後ろも500、400、400溜まってますんで、もうなんかお祭り前代系のコーナーじゃないですね。そして場所的にレナパンの声もちょっと聞きづらい場所なんですね。あんまり会話もできないと。あいつ大丈夫か、生きてけんのか。一人でえぐったことない、ゴムスレ打って定期的に背中さすりに行ってやらないと死んじゃうぞ。一回様子見に行く。もう唇紫になってんじゃね、そろそろ。ちょっと見るか、ちょっと行ってきます。さあ発見しました、レナパン唇紫。さっき顔色悪すぎてあのトイレで直してきたんですけど、まだダメですか。大丈夫だよ、もうとりあえず前台埋まってるから、はい、どうにもならないから分回して気合で入れろよ。はい、俺も大移動できないけどもうちょい鼻鼻打つね。はい、わかりました。私も帰ってまいりました。しましょう。ハラハラコーナーね、もう何台か機内出ました。確かにね、こんだけハマってる台多いとちょっと怖くはなるよね。角がいいんですよね、3の6 100分の1だよ。うん、なさそううん、なさそう。これでね、600の後半で積もれたらかっこよかったけどね。レナパンがね、なんか意地のコンプしそうなんで、コンプとまで言わなくても、アルティメットにね、1、2回入れそうな予感をするんで。おっと、あれは聞こえてる。そう、やっぱ俺はね、こんな気はしてるよ。まあ、とりあえず入れてくれれば何でもいいよ。今、3分チェリーでしたね。ごめんなさい。3枚かけしちゃいました。199、落ちコインでレギュラー。レナパン好きな色は青は最悪なんだけど緑でした、いいねさあ56ゲーム光ったよ。レギュラー2発目、まあまあボーナス引けてるね。あ、赤なんだ。緑赤、チャンスゾーンに来ました。100ゲームのところですね。厳しいでしょう。チェリーに来た。おー、ナイス。135ゲーム。ジャックチェリーからで当選しましたね。はい。249ゲーム入賞です。さあ画面は。はい。では。ただね、ナパって終わってしまいましたが、こんだけ当たり軽いとマジでありがて。あれがまあ当たったの？当たりました。めちゃくちゃ上手じゃん。めっちゃ上手でした。最後にラストにジャッキャリ引けたので、それで多分書き換えたんです。書き換えたと思います。自分の知識あるさ、はい、打ち替えた中じゃダメだったの？今日は違いましたね。それで楽しくレナパンが打ってる方がレナパンを普段から応援してくれるファンの方たちが喜ぶんじゃないの？無理しゴムするっていう。あんまり取るために頑張ってるんで。いや、まあまあその目的があるならいいけどな。だからじゃあレナパンのファンの方たちも、はい、ちょっとレナパン今日はね、俺が見てるだけで無理してるから応援してあげてね。みんなからのパワーをいただいておりますありがとうございます。まあ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 、まだお残しということですね。お預けだったらお残しじゃないよ、お預けってことですね。さあここから追加投資してください。レナパン、はい、ちょっとなんか当分何も起きそうな空気がないから、はい、こういう時はちょっとトークで繋いだりはするんですけど、ほうほうほう。そしてなんかトークのネタとかって持ってきてるのってあります？なんか持ってきていただいてるあのネタというか、はい、あ、トークテーマで言いますか、ありますか？それがなんと、はい、あるんです。あるんだうわ意外楽しみ。ちょっとトークしようでしょ。いや、あれだってもうあの掛け合いとかではなくて本当にあの私の、あ、じゃあ俺聞いてればいいんだね、リアクションすれば。ですね、はい、ちょっとネタ帳が、ネタ帳があるんだ。ネタ帳が芸人さんみたい。あの
思い出せるようにあるんですけど。メモを作ってきたんだ。メモ、いや、なんか面白いことがあったときに、あ、これをいつか動画で話すときがあったら言おうかなっていうのをふわっとまとめてる。イエーイ、光った157、投手追加1本、おめファンです。へいへいへい、ビッグだぜ。いいよ、投手して。で、なんか私ですね、まあ、てか、まあ、みんな出ちゃう編集部、結構いろんなエリアにお邪魔するじゃないですか。で、そんな中で私結構5年配の方と仲良くなることが多いんですよ。常連のお父さんだったりお母さんだったり。で、さらにちょっとパチンコの方でですね、実践しておりまして、なんかちょっと海コーナーの結構常連様の多い店舗さんやったんで、まあ、海コーナーの方で実践したんですよ。で、なんかお隣に常連のお姉さんが来てくれて、あ、今日は何かやってるのみたい なんかパンダの帽子かぶってるから珍しいと思って多分声かけてくれて、あ、そうなんですみたいな感じでほっこりしながら対応を進めてたんですよ。で、まあ、いつもこの海打ってるのよみたいな話しながら、いや、そういえばあなたいくつなのみたいな、結婚とかもしてないのって言われて、あ、今その時は多分30なってたから、まあ、そんな年齢言って、あ、まだ結婚はまだまだなんですよ、いいお相手いないですかねとかなんか言いながら話してて、で、いや、もうね、女はね、早めにね、やっぱ結婚した方がいいとか、昔はこうだったよとか、ああだったよとか言われて、あ、そうなんですね、大変だったんですねみたいな話してて、あ、普通に、え、終わった？あ、まだ、あとちょっと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 。で、結構仲良くなったと思ったんですよ。はい、で、そしたら、あ、そこで、あ、そういえば、はい、お母さんはいくつなんですかって聞いた瞬間に、はい、あったね、女にね、全然聞こえないとよみたいな急に怒られてしまって、はい、怖い。これ、レナパン、はい、寝たままが良かったな。あれ目覚めなくてよかったかな。いやー、でも朝言った通りね、ワンちゃん、はい、花はダメだな。あー、やっぱちょっと厳しそうですか。ちょっと厳しいかな。だから朝の立ち上がりで決めちゃダメだよっては言ってましたけど、やっぱ朝の立ち上がり通りのそのまま推移をしている感じですね。なるほど。入ってはいると思うんですけども、やっぱりそんなにこのコーナーが一番島という感じではなさそうです。その可能性を求めて一応座ったんですけどね。でも波動もちょっと他のとこ見に行けてないですけど、メイン系はほとんど埋まってますよね。全部は全部埋まってる。あ、そうですよね。さあ、飲まれちゃったな。さあ、私移動しましたよ。何に移動したと思いますか皆さん。歩いてたらね、意外な台が一段来ました。カバデリーカバデリーの、しかも一番メインの目立つコーナーなんで、ワンチャンも狙うよ俺は。さあ、というわけで打ち始めていきます。で、本日2台目はカバデリー、はい、ただまだ1台目のハラハラでも6000円しか使ってませんので、取れ高に関しては望んでおりません。こちらの扱い2回目はやっぱり女の子がきっちり取れ高を取ってほしいので、ここはもうほぼワイプメインということで、トークの補助ができたらなと思っております。はい、ということで888ゲームチャンスゾーンです。よいしょ、あ、そうかそうか、赤か、あー、ただ通っちゃうんだろうなこれは。893ゲーム、ありがとうございます。投資が25本です。
とって。親ファンです。2か3で全然しちゃった。570これラッキー。よし、はい、わしも APAP。 APAP、 私もです。一発目これは目かけないぐらい。レバンマーサー2回連続で駆け抜けだったっけ。そうなんですよ。これも見習っちゃおうかな。ダメです。あ、大丈夫でした。大丈夫です。駆け抜けはありませんでした。ナイス復活。オッケーです。お、引いたよ。ないどっち押す。あー外れそう。もう引いたよ。よーよった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 出らない。固まり。あー3連333枚設定3以上したんです。よっしゃー。私は追加3本と19本ですね。また早次郎打ってる感じ。その悪くねえけどな。何気に広角以外でもつくけつくでな。もう打ってる感じの打感は悪くなさそうっすよ、このカモネリ。はい、ということで53パー。やったの。キャッチレイレイ。おいよしよしよし。オッケー、よかったです。落としたいな。ではでは。いや30パーないよ結局。はい。3割引ける。まあね、ここはあと3回。なのでだいぶ戻ってきてるぞ。まあ違うんですけどね。まあ、でもあの別にプラマイゼロを戦ってるわけじゃなくてコンプリートを目指してますんで。いやーここものにしたいな。とりあえず次の4セット目をクリアして5までは詰めていきたい。さあやったるで。やったるよ。51パー。今の私だったらいける。よし、シャオシャオ、みんな、もっぱつシャオシャオ、ここ行ったらまくれるよ一旦。レイレイ、魂のシャンシャン、よっしゃ、よし、行きました、気持ちいい。マジでアルティメット見えてきてるじゃん。いやマジで近いです。今5回目なのでこの後のゴブリンにもやってもチャンスあります。あのその時はヒゲさん来てくださいね。もちろん見物させてもらうよ。一緒にやりましょう。一緒にやる。下ネタですか。あ違う違う。好きだな。ヒゲさん好きだね。あなたにそんなに性的アピールしたことあります。今出会ってが一度でも
私、いやでも行ってほしいな。いや行きたいな。ぶち込みたい。下ネタですか。いやだから違う。32%。 OK、 頑張りましょう。レイレイスーシャオシャオよー、頼む。レイレイ、うん、シャオシャオ、よし。おー、違ったわ。焦る。気持ちが先走っちゃう。シャンシャン、あと2つか。はい、あのリールロックにもあわあわあたふたしすぎて。よし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 、やっぱいいぞ。よし、いいぞ、マジで。何引いたの。あ、ほんと気持ちいい。今何パー。今50パーになりました。いいじゃない。いいです、いいです。マジで強い、マジで強い。池さん 70% です。おー、 70% がもう通ったようなもんやないか。あ、通ったようなもん。うまい、うまい、よく重ねました。よし、90% いきました。おー、90いきました。これはもう参る。91%、大丈夫、大丈夫よ。レイレイ、どうどう、 90% 大丈夫でしょ。嘘。いや、あ、よし、行きました。あと1個、あと1個、あと1個。ここまで来ましたよ。やっと来ました。さあ、レナパンが頑張ってる中、はい、私4枚目です。おっと おかしいぞ、もうすぐ釜り天井ですよ。おっと、今700です。いつの間に。今700。任せてください。こんなに頼もしいレナパン初めてですか。確かに。大丈夫だよ、ラマ。さすがに行くよ、この流れは。行く、この流れは。もうそこで行かなかったら今日無理だよ。行く。こっち行こうか。あ、お願いします。そしてこのチャンスゾーンだけ紹介しちゃうね、俺。はい、無名やってるから。よし、オッケー、クリアした。はい、俺もチャンスのクリアしたから、そっち行くわ。おめでとうございます。今そっち行きます。はい、来たらここまで来ました。よし、行きます。君に会いたかったよ。レイレイ、お、ウィカ、これちょっと危ねえな。頼みます、頼みます、頼みます。頑張ってほしいな。シャンシャン、あー、お願いします。うわー、マジでこれはやってしまった。戻ります、戻ります。さあ、行きました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 、
復活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 です復活だ復活いた、いった、復活、復活した復活です復活ほら泣いてる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 復活したらねはい、しまいました、風が風が吹いてよかったな、泣くな収録中にもうすぐ泣いちゃうんですからもう本当にもうすぐ泣くんだからよかったいやこれでいったじゃんとりあえずアルティメットはありがとうございますよかったよかったなよかったああよかったとりあえずここからコンプリートを目指して頑張っていきたいと思います終わったと思っただろ終わったちょうどコンプリートできるよ頑張れよ頑張ります付き合うから俺もあお願いいたします頑張れよ真っ赤な目してああよかったさあこれどこまで伸ばすかよだって目標はコンプリートでしょはいコンプリートですやってやろうぜここまで来たらパンパンにパンしてやりますからやってやろうぜやります頑張りますさあ渡辺エピソード入りましたよアルティメットルーム 初でしょそう初めてです伸ばすとやっぱ投資は総投資25本ですあプラスじゃん余裕ではいアルティメットルームです行ってまいりますあこんな演出なんですねすごい気持ちいいだろ気持ちいいポヤポヤがポヤポヤしますもっとよし頑張りますいやよくぞここまで来たえらいえらいえらいマジでよかったですいやそこにさコンプリートするって言ってそこに走ってってなかなか入れられないよアルティメットいやマジで本当に超嬉しいですもう自分を褒めてあげていいと思うよ結果どうあれよしよしでやばいいいことよし大したもんだ本当に根性根性だないやマジでさっき終わったって思いましたもん思ったねあの多分私は多分あれなんですよね線が常に朝からこう張ってる状態なのでふにゃってなると多分大泣きしちゃうんですすいませんいつも泣き声ね強語で汗止まんないですもんいい汗だないい汗いやこれがあるから収録が気持ちいいんだよないやよかったです本当にしびれるよなしびれます収録できると気持ちいいよないやマジで気持ちいいですやったぜってなるよなくさーってなりましたねやってやったじゃんいや本当にそれですよかったーあーよかったーまあでもここからなので私はまだまだ気を引き締めてそうよだってコンプリート目指すのはスタートラインだからねはいやっと家やっとスタートラインだったんだけどそうやっとスタートラインだったので今日マジで下手だなST さあボーナス3つヒゲちゃん下手だな370枚はいということで1セット終了したのでいきますそうでもう大丈夫よもうねもうサクサクやるサク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 いきます早く切ってほしい来ましたふぅーよしよでもすごいよねやっぱなんだかんだで気持ちは強い子なんだろうな何も起きないで終わるってことがないからすごいよな大丈夫よし、よしよしよしはいということで11回目ジャッジメントいきます終わりそうな気がするなそんなことないですなんかそろそろじゃないそんなことはない中途半端にええみたいないやそうもうそんな今日全然そういうのじゃないと思いますそういうのじゃないと思いますそんな気がするの大丈夫大丈夫よかよよかよかよ行ってもらってますあと4ゲーム終わる気がするんだよなやばい終わらない
しよしよし、無茶はしないでください。あ、うまい、チャリ、うおー、来てか、さすがに。ちょっと待て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 、ちょっと待て、しっかりブラックアウトしますから、ほら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 じゃないの。行きます。どうしよう。終わった終わった。あれまさか今のところ、あのちょっとあの今膝ついてるところですね。復活、よし、復活しました、した、はい、もうメンタル強いんだから、頑張ろう、メンタル強い。来たんじゃない、どうしよう、どうしよう、危ねえ、266、もう頼む、たまには一発でビーバー、よっしゃ一発、こっち来い、ヒゲさんもしっかりと飲みますよ、もう俺もコンプリートする。え、今日だけあることにしますか。じゃあ燃やす燃やす、お燃やしてください。よし、やっぱなんか俺も飲みそうな気するけど、やっぱどうなんですか、そのアルティメットは。俺がさっき終わるなんて言っちゃうと大変失礼なこと言いました。ナンバー的には伸びそうなんですか。伸ばします、もうここでいかんともう多分ダメなんですよ。これを伸ばすしかない。でもそれで決めないともう持たないと。あ、そうです、うん、壊れちゃうからね。そう、やっぱじゃあ一発で決めようぜ。はい、じゃあそれ抜けたらどうするの。これ抜けたらもう今日は酒飲む、諦める、もう今日は酒飲むで分かります。確かに確かに、そうそう、そうそうだな、そうだな。もうアルティメットループに入ったことを祝して飲もう。いや、もう祝して12回目ジャッジメントです。続くんだろ、コンプするんだろ。もちろん続きますとも。おら、こんなところで終わるわけがない、終わるわけがないんですね、ファンが。舐めるなよと、舐めたらいかんぜよ。イエーイ、俺も続いたぜ、おめばんです。すっ、あと何ゲーム、あと1ゲーム。なぜ、そうそう復活出ないからね。いきます、シュンシュン、なんだろこの子ね、このタイミングで終わる。ね、なんで、いや最短実践終了。いや、まだ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 復活かけます。マジでお願いします、マジでお願いします。はい、大丈夫です。うわー、やるね、皆さん見せる女。いやー、復活の女王じゃん。わあ、確かに復活の、復活の女王、何度でも繰り返す。ちなみにカバネリコーナーも確定系バンバンで始めてるから、いつも通りカバネリは強いよ。やっぱ鉄、鉄、高鉄板のカバネリ。今日は他の店内状況とか全然見に行けてないので、まあ後で最後にやろうよ。いや、でも狙う場合が閉店まで続いちゃってできねえんだよな、店内状況。コンプリートしたら4時間で終わるから。あ、そうですよね、行っちゃおうかな、何時間ずっと行っちゃおうかな、行っちゃおうかな、まずは最低の4000枚を超えて、次8000ですね。そうですね、8000の次万枚、万万。大丈夫です。あ、銀トロ出た、銀トロ出ます、3以上です、おめでとうございます。やっぱりカバネリコーナー間違いないですね。やっぱすごいですね、まだまだいけるよ。よし、5000枚、5000枚いただきました。
5000枚突破です。まあでも良かったね、レナパンはアルティメットにちゃんとね入れて、でコンプリートに向かって突き進んでるわけじゃないですか、はい、で俺は俺でちゃんとプラス収支上げるって言って、カマリのもう銀トロが出てる台にたどり着けてるわけですから、本当ですよね、お二人とも仕事はできてます、完璧、あとはもう私の目標達成するだけ、あとは俺もプラスにするだけ。今は投資何本でしたっけ？33本で、まだ全然まくれそうですね。全然まくれと思うんです。ちょっと伸ばせてないんで、全部3連なんで、レナパンが続けてくれる限り俺も打つから、はい、終わったら終わりなんですよ。そこまでに俺もプラスに頑張って持っていきたいと思います。レイレイ、うわマジでなんで毎回ここまで行くの。シャンシャン大丈夫、よし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 、楽しんでんな、いいな楽しい、マジでゲームスターたんまいな、どうしよう、マッチョな筋トレ出た、右お隣さんからも筋トレ出ましたよ、カマベリ相当入ってるね、筋トレ以上なんかもうボロボロ出てますからね、からあります。さあというわけで久々1コーマ3.5秒、いってらっしゃい、これは通さなきゃダメ、そうですね、簡単だもんね、俺だけで鍛えて90本あるから、おお、めっちゃ強い、めちゃくちゃ強い、はいクリア、ナイス、はい OK です、お上手ですね、これ1コマ属性だから、すごい90パーは打点じゃない、打点じゃないでしょ、はい、335、336、よっしゃー、ナイス、そろそろもう3連から抜け出す、そうですね、そこから脱却したいですね、ですね、よいしょ、6000枚いったね、いきましたね、やばい、駆け抜けそう、おっと、おっと、ここに来てまさかの、おっと、これ駆け抜けたら追加投資だぞ、もっと、おっと、話が違うぞ、強い心、よっしゃ、いやあ、震えた、おめばんです、やだない完成いたしました、おめばんです、じゃあ私も行ってまいります、まだいけるよ、よし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 、イエイエイエイ、ゴブリンが出てきました、おめでとうの札を持って、よかったよかった、よっしゃ、1ゲームでビバついた、おめでとうです、よし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 、よき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 、最高です、最高です、おめでとうです、さあ私はラストゲーム、シャンシャン、うわお願いします、なあ何回これ聞いたんだろう、何回もちょっとお願いしますよ、ちょっとマジでマジでお願い、マジでお願い、一緒に祈ってくれてると思う、マジで復活してくれ、行きます、あ怖い、よっしゃー、痛い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 、よっしゃさあ何回やんだよこれ、ああよかったマジで何回やる、心臓に悪い、ゆげさん、実はですね、はいはい、私今年の最高出玉が7000枚なんですよ、はい、あ、超えたじゃん、はい、次継続すれば、はい、チャンス、はい、ビバー、おいー、おいー、よーし、ダブル100パーです、オッケー、では7000枚突破です、イエイイエイイエイ、次で燃えるぞ、397枚、もうでかい、いいじゃない、
さあ、私はジャッジメント行ってまいります。17回目。落ち着いてきた。落ち着いてきてないです。落ち着けない。まだ17回とも落ち着かない。まだまだ落ち着かないですよ。行くぞ。よし。いや、君はそういうので、ありがとう、ありがとう、ありがとう。早めに来てくれてありがとうね。全然ボーナス引いてない。全然ボーナス引いてないとか言っとったらなんか引きますよ。これはボーナスもらったんじゃない。激しいし、はい、言ってたら当たりましたね。ボーナスよかったよかった。キュイかわいい。パラパラパラパーン。いや、ここもらうと違う。頑張れヒゲンジ。ヒゲさん頑張れ。これもらったら燃える気がする。燃えて、燃えよう。よっしゃ、溜まった。よっしゃ、よっしゃ、これは燃えられる。もうでかい。よっしゃ。来た。はい、燃えた。はい、燃やしました。俺も燃えました。イエーイ、燃えましたっつって。燃えすぎちゃってください。よし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 。やっぱカバネリだな。キャッスル合ってたわ。これ激痛ですからね、本当に。ここ打っときゃとりあえず大丈夫だ。はい、よし、発生いきます。はい、おめぱー。いや、報われてるな。嬉しいな。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいです。さあ、行ったぜ。やるぞ、俺も今後かけ。V 出ました。私もやれそう、やれそう。レイレイ、うわ、めっちゃ緊張する。シャオシャオ、シャンシャン。よしよしよし。違うのか、そういう、そっちか。いや、いけるいけるいける、いけるよ。セイラライ。うわー、待ってます。はい、行きます。シャンシャン。あー、回った。頼む頼む。何度も見てきました。いや、十分頑張ったと思いますよ。一撃発射もなかなか出ませんから。でほら、狙い番の今までのさ、はい、今年の最高枚数超えましたから。はい、できれば万枚出したかったけど、それは合わせ万枚。俺が何枚、今何枚あんの。今、8177枚です。俺今1200枚持ってるから。おお、頑張れば。わー、でも悔しい。それではヒゲさん。はいはい。今回の私のアルティメットループ目標としてた、うえーい、アルティメットループに乗せ入れて、コンプリートという夢が、はい、今回は、はい、叶わずでしたが、
私の方は先に実戦終了となります。2人合わせて合わせまま行ったのか、まあこれはエンディングでいいかな。そうですね、ラジオの繰り返したから、はい、楽しみにしていてください。ありがとうございます。頑張ると思います、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。結果発表お疲れ様でした。やったーないかね、ラバー。やりました。やれる子やないか。そういう子なんです。すごいね、なんかこんなこと朝からやってたけど、最後もういいよ、好きなだけやっていいよ。いやめちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。やったな、レナパー、はい、1回目も2回目もきっちり私はこうしたいですってことを実現して終わりました。どうですか。さあ、それではレナパー本日の結果の方を報告してください。はい、ということで本日は私またですね、抽選が602番で悪かったんです。毎回悪いからはい、コンプリート狙える、まずバルブレイブ見に行って、そっから空組も空いておらずですね。ねえ、あそこ埋まってて思わなかったね。いや、もうびっくりしました。で、結果はコンプリートしてきて座った機種がゴブリンスレイヤーねえ、はい、1日打ちました。はい、どうだったんすか。でですね、総投資が25本の1150枚。はいはい、抑えたね、結構ゴブスレにしては。そうですよ、初当たりがやっぱ最初にポポーンって引けたので、引けたもんね、はい、なんと回収8121枚。すごい、一人8000枚達成。まあまあ出したかったけどね。そう、そうなんですよ、あのコンプリートを目指してたのでやっぱね、はい、万枚の方も見たかったんですけども、はい、まあ、今回は8000枚止まりということで、はい、3枚が、6971枚の爆勝ちです。素晴らしい、もう100点満点でございます。やったー、素晴らしいやりました。テラバン一人で万枚足りませんでしたが、はい、扱うは2人でやってる番組ですから、はい、僕がきっちり出して合わせ万枚、はい、ありえますよ。ありえますよ。いやー、じゃあ俺が、はい、1800、はい、79枚、はい、お願いします。最後の最後、レナパンがアルティメットで8000枚を目指している中で、はい、私きっちり燃やせましたと。おっと、で、3枚がプラスになるとこまでは皆さん見たと思うんですよ。だからまあ1400枚後半まで見てると思うんです。はい、あなたどうだったと思います。期待しちゃいますよね、やっぱり。たった2、3回続くだけで合わせ5万ですよ。はい、次で終わりましたずこ、さあ、というわけで回収の方が、はい、1523枚、はい、投資の方が33本、1518枚ということで、はい、3枚数がプラスの5枚。いや、プラスですから。俺は初めにちゃんとプラスでレナパンがね、ジャブジャブすっこぶの稼ぐって言ったから5枚も使ってください。はい、ありがとうございます、はい、いや、2人ともプラスで、ね、あのアルティメット入れてドカンと出しますと、はい、でプラスにします。2人とも一応は達成しました。達成です、はい、ただ合わせ万枚もコンプリートもできませんでしたけど、まあ、それでも十分な結果と思います。ありがとうございます。もう一度一応拍手でしょうね。おめでとうございます。やっぱ太陽の力、ありがとう。ありがとうございます。まあ、2人で2回やって2回ともまあバチクソ大勝ちですよ。そうですね。すごいのが2人とも全部600万以下の番号ですから、ね、はい、お店がすごいよね、なんだかんだでね。やっぱ遅番でもチャンスがあるという、はい、ことだと思います。僕があのカバネル打ってる時に先にレナパンやめて店内状況ちょっと見てきてもらったんで、はい、店内状況の報告お願いします。店内状況をどうぞ。はい、それでは本日の店内状況の方見ていきましょう。まずはこちら、ででん、カバネリー。はい、毎度ですね、高鉄パンのカバネリーなんですけども、さあ今日もですね、出まくってます。ちょっと真ん中の方はですね、試しげに映っちゃってますけども、まあ、ここからずらーっと、はい、かなりの初当たりも取られておりますし、しっかりと確定券も出ております。はい、ということでお隣の AT コーナーですね、こちらですね、あの信用にかなりかなり出玉感が強いですね。見てわかりますよね。ちょっと内容の方はですね、確定などは取れなかったんですけども、さすがにこんだけ前代出玉がついてることはなかなかないと思いますので、こちらも強いコーナーだったんじゃないかなと思います。次、はい、それでは続きましてハラハラコーナーです。さあ今回ですね、割って見てもらったらわかると思うんですけど、まあ、こちらのサイドの方もちょっと角付近がですね、しっかりと出玉感がついております。このままこっち来ますか。そしてですね、こちらの逆サイドの角側からもですね、しっかりと確定形が出ておりまして、しっかりとこの出玉感すごいですね。内容もお伺いしましたが、もうバチグーと言われてましたので、まだまだ伸びるんじゃないかなと思っております。
はい、そしてお隣のハナハナコーナーやってまいりました。さあこちらもですね、見てわかる通りこちらの、はい、可動付近、そしてこっちも可動付近もですね、しっかりと手玉がついております。まあ、内容はですね、確定は取れなかったんですけど、内容グーだよって言われておりました。さああっちの方も見てみますか。さあそれでは反対側の方見ていきましょう。もうすごいですよねやばい、先月と比べるともう全然全然出玉感が違うと思います。まあ、こちらもですね、はい、まだ内容の方もしっかりとついてきていると言われておりました。ちょっとてっぺんはまだわからないという感じだったんですけども、やっぱりちょっと今回はキーワードは可動付近なのかなと、はい、見て思います。ではこっち、はい、ということでこちらのマイジャグコーナー引き続きましてですね、やってまいりました。しっかりもう別積みもされております。向こうの方もですね、ちょっとやっぱ入れ替わりはちょっと激しいのかなとは思いますが、これを見てもらっても分かりますように可動付近が今日は強いですよ。北斗コーナーやってまいりました。見てくださいこの旗の量、えぐいのえぐいのポン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 ついておりますね。はい、続きましてベンデタコーナーにやってまいりました。さあ当店48台設置ということでですね、かなり期待の持てるスマスロコーナーとなっております。まあ、こちらもやっぱり可動付近の方からですね、サイレントモードがグーだったりとかもされておりますので、まだ確定は出てないんですけども、まあ、こちらもいいコーナーではあったんじゃないかなと、チャンスがあったんじゃないかなと思います。へえ、面白い。今回は手前も奥も両方ハイブリッドみたいな、はい、ちょっとずつ可動付近が強いみたいなやつなんだ。そうですそうです。だとそれは予想しなかった。いや、私も全然予想してなかったので、面白い。あとでもやっぱ一番強いコーナー今回カバネリだったね。今回はあのカバネリの方が一番熱いコーナーでありました。あんなにバンバン確定権出る普通でないです。出るタイミングがバラバラだからカスタムしてるわけじゃねえのかもしんねえけどな。そうですね、なんかあの角ですごいこう積まれてる方もまだトロフィー出てないんだって言われてたので、うん、カスタムとかではないんじゃないかな。初め4000ぐらいの時にちょっと出てる人がいたから4000カスタムなのか思ったけど、そうでもないみたいなね。そうですね。なのでまあ自力でトロフィーは出してくださいと、はい、で出なくても諦めないでくださいって逆に言えるからね。そうですね、ヒゲさんも後詰もされてたので、うん、そうですね、3まではあの銀トロまでは出ましたから、はい、だからまあ今後もやっぱりまあプレイランドキャッスル捨ててきた時は両番引いたら真っ先にカバネリでいいと思います。もう間違いないと思います。でその他の入れ方は毎回手を返し品を返しているので、まあなんかその前後の状況とか見ながら皆さんで予想していただいて、はい、ただ出番、はい、600万以降のクソ番でも勝てますから勝てますぞ。そうですよ、俺らが証明しましたからね、はい、ぜひ番号悪くても帰らずに皆さん挑戦してみてください。はい、さあパンちゃん、はい、これで2回終わりましたけども、どうですか手応えの方は。ありよりのあり、ありよりのありでございますよ。見せれたと思います。見せれましたよね、ちゃんと言った通りに、はい、ただ言った通りあのコンプリートやるって言ってコンプリート出せてませんよ。それはよく気づきましたね、はい、次回に残したんです。次回があるんですか。冠番組、私ほんまかしたやつやりたいって言ってましたよね、はい、あれは嘘です。嘘、変わったんだ。はい、私がヒゲさんと今後冠番組を持った際には、はい、コンプリート目指す。やだやりたくない。収録します。またジャフジャフ入れる番組が楽しい。一つ増える。いや今日めちゃくちゃ楽しかった。お前影響受けすぎだよもうバヤバヤしてますからね。経験したからってどうやってね、スマスロ好きな人が一人ずつ増えていくんでしょうね。はい、分かりました。じゃあどうなるか分かりませんけども、はい、レナパンちゃんが冠番組を取った暁には、はい、じゃあスマスロでコンプリート目指す番組やってみたいと思いますので、はい、もしその番組が見たいと思う方はですね、ぜひこちらのチャンネルの方いいねと、はい、チャンネル登録と、はい、いっぱい見てあげてください。たくさんコメントも残してください。はい、さあというわけで、アスカン第6回以上でございます。はい、残すところはあと2名いきますから、一体次から誰が来るのか楽しみにしていてください。はい、さあそして店内状況の方ですね、まあまた新しい機種バンバン入ってきますから、どんどん変わっていくと思いますのでね、はい、皆さんも思うところがあったらコメントの方も書いてください。お願いします。さあというわけで今回の扱いは以上でございます。はい、また次回お会いしましょう。さよなら、せーのー、扱い。